こんにちは。こんにちは。こんばんは。こんばんは。マイクロホーサーズ前夜祭おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ございます今日は関係ないです。よろしくお願いします。今日は、上田家、はい、水河野哲平さんということで、はい。はい。背景にね、哲平さんの写真が展示されていて、で今、モノグラフィーの、ボリューム3、展示ボリューム3が哲平さんですね。はい。はい、よろしくお願いします。音大丈夫ですかね、皆さん。コメント見れないかもしれない。近くにした。はい。はい、あ、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。よろしくお願いします。で、今回は、まずタイトル。こんばんは。タイトル？うん。あ、写真展のタイトルは、翔卓、単調、窓系です。はい。3つ。3つ。はい、3つです。はい。まあ、翔卓、ぜひですね、見に来ていただいて、で、ステートメントがありますので、そこをぜひ見ていただけるといいなと思うんですけれども、まあ、翔卓っていうのは、沼と沢っていう意味がありまして、まあ、五色沼というところの写真をですね、撮ったんで、それを、1点と、ワンテーマと、それから、単調ですね。単調は僕が結構、好きでずっと撮っているテーマになるんですけれども、それをワンテーマ。うん、そして、窓系というのは、まあ、北海道の、釧路から網走に向かう、まあ、鉄道があるんですけど、そこの窓からの景色っていうのがすごく素敵で、僕はもう昔から大好きで、で、まあ、そこから見た風景というものと、まあ、あとバスの中から撮ったものですとか、そういったちょっとこう窓際の風景っていうのをちょっと入れています。はい、で今回は翔卓単調窓系なんですけども、うん、後ろの壁いっぱいに写真が展示してあって、うんうん、で順番がちゃんと翔卓単調窓系になってるんですよね。うんうんうん、あ、そうですね。これやっぱり考えたんです？あ、考えました。はい。まあ、その絵柄とかも含めて、まあ、壁一面に対して、壁一面で展示するって割とこう、うん、やりやすいテーマだと思うんですよね。で、その時にこう俯瞰してみた時にこう、まあ、自分の中でのトータルの色合いみたいなものがあって、まあ、そこで真ん中にはやっぱり単調の写真がいいなと、持ってきたいなっていうふうにちょっと思ったので、うん、まあ、それをこう持ってくると。で、まあ、あとは時系列で、窓系がちょうどそのコロナに入る直前に撮ったものになるんですけど、まあ、そこがをちょっとこう終わりに持ってきたいなっていうのがあったので、うん、そういう形にいたしました。あとは今回の事前のトークショー、今回実は2回目なんですよ、はい、カメラの小室 で、ね、はい、設営が終わった後にちょっと哲平さんに話を聞いて、でその時に、うん、自然だけじゃなくって、この人との関わりを、うんうん、展示で出したいって言ってて、うんうん、で自然からこうどんどん人との関わりが濃密になって濃くなっていっていくっていう、この展示がすごい面白いなと思いました。うんうん、ありがとうございます。ちょっとなんか今、人数がどんどん増えてるんで、今、小室さんの話が通過だったんですけど、なんかちょっとはい、ありがとうございます。はい。じゃあどんな感じで進めていきますか、じゃあ。そしたら、まあ、なかなか展示に来られるっていう方も少ないかと思うので、うん、今回は後ろの作品と、あとは、てぺさんにデジタルデータで、持ってきていただいているのもあるので、うん、はい、その辺をちょっと見せながら、まあ、カメラの話とか、写真の話とかをできればなと思ってますね。はいはい、今回撮ったカメラもね、持ってきていただいて、あ、そうですね。はい。はい。はい、まあ、僕は、まあ、作品とかを作るときにはこの、まあ、ペンタックスのカメラですね、まあ、愛用されてる方も多い、アマチュアの方もそれから、まあ、プロの方でも結構今でも愛用している方が多いアイテムかなと思うんですけど、まあ、このペンタックスの、67というもので、まあ、ほぼですね、ほぼほぼ撮ってます。で、これレンズが、105mm というものなんですけど、割とこのペンタックス買うと、まあ、標準で搭載されているアイテムなんですけど、まあ、それをそのまま好きで使って
るということですね。あの、まあ、画角的には標準からちょっとこう中望遠に至るあの間ぐらいなんですけど、まあ67サイズなので、まあ、非常にもともとボケ味が大きいので、そのボケの感じとか、あ、大きなフォーマットの感じ、柔らかい優しい感じっていうのが結構好きで、まあ、なんか結構これさえあれば、あ、何でも撮れるというか、僕的にはですね、一本勝負そう、今3代目ですね。そうそうそう、僕もこの間買ったんですよ。そうそうそう。めちゃくちゃ高かった。それ聞きまして、今でも価格がめちゃめちゃ上がってるよね。もうね、今、あ、上田さんカメラが、うん。フィルムは何で撮られてるんですか？あ、フィルムは、もともと好きなのは、まあ、今は富士だったんですけど、はい、まあ、富士がもう廃盤になるので、うん、まあ、もう一回、ポートラ、あ、コダックのポートラに戻るという感じですね。はい、うん。まあ、160なのか400なのかっていう、まあ、感じなんですけど、はい、一般的には160を使うことが多い、ね。まあ、シャッタースピードもね、3分の1までしかないですし、そうですね。ね、うん、開けて撮ろうとも結構大変ですもんね。そうですね。うん、まあ、そうですね。なので、まあ、結構ちょっとこう動きながら撮りたいなという時には400使う感じなんですけど、割と最近はこういうその後ろの、風景的なものはやっぱ低感度で十分なので、うん、はい、あと結構最近は被写界深度をこう深めに撮るのが好きな、うん、質問が来てます。山田太郎さん、はい、質問ありがとうございます。50ミリではなく少し踏み込んだ中望遠にこだまっている理由を聞きたいです。あ、でもね、105ミリっていうと 0.49 倍なんですよ。はいはいはい、なので60ぐらいなんですよね。実は標準域、ね、そうですね、そうなんですよ、うん、そうそうそう。で、別にですね、なんだろうな。買った時の、その、レンズがこれだったんですね。で、これ。で、シンプルな話。で、それで使い始めて、それがそのまましっくりきたって感じだったんですよね。だからなんかこう、いろいろ選択した中の一つっていうわけではないんですけど、うん、はい、でも最初これで、で、その後に、あ、ごめんなさい。ちょっとこう、少しこう、広角気味とか、あと、ツル撮りたいと思って、なんか望遠も買ったんですけど、うん、まあほとんど使わないで、なんか、そうそう、よくある。で、まあ、ちょっとその60ミリ強なので、まあ、厳密にはその人の目とはちょっと違うかもしれないんだけど、なんていうのかな、こう、単焦点で、こう、人の見たままに撮るっていうのが、その、いいな、なんていうかな、ツル、例えば単焦とかって、別にその思うようなところに飛んでこないわけじゃないですか。で、大きさもそうだし、すごく離れたりとか。で、後ろにある写真も大きく写ってる鳥もあれば、小さく写ってる単調もあって。はい、はい、切り替えやりますよ、ね。はい、大丈夫。で、それさえも、その、なんとかな、自分の意図しないというか、その偶然性が僕はすごく、愛しいというかですね、好きなんですよね。だから、うんうん、そのあんまりこういたずらに望遠にして、そのカメラの、レンズの力を頼って被写体にこうガッと寄るっていうよりかは、うん、その今自分が見て感じているものがをそのまま美しく再現できればいいなというところがあって、もう一時期望遠買って持ってってすごい撮ったりもしたんですけど、ちょっとしっくりこなくて、結局このレンズでずっと結構頼って撮ってる感じですね。レンズで、はい、単調撮ったんですか？あ、そうです、そうです、全部ほぼ今日写真見に来られた方が、単調すごい綺麗ですね、うん、望遠も持ってってるんですね、うん、って話をしていて、はい、あんまり長いレンズじゃない、使ってるレンズ長くないと思いますよって話をしたんですが、このレンズで撮ってると思わなかった。そうです標準域と、そうですね、じゃ結構近くまで来るんですか、ね、そうです、そうです、単調が結構その餌やり場があるので、うん、そこにこう来るんですよね、うん、でその時に、なのでものすごく大きく撮れます、うん、なんですけど、風がすごいこう舞うような時は逆にものすごい上の方で旋回するんですよね、でそれは割とスペシャルな、なんていうのかな、あんまりこう頻繁に見られるわけではないんですけれども、うん、そういうその時に、あ、いいなと思って撮ったりとか、そういうことで、もう基本的にこのレンズだけで撮ってますね。単調を撮る
時はこれはどれぐらいのシーズンに行かれるんですか？あ、はい、ですね、うん、タンチョウは基本的に冬あの餌がない時に、うん、あの餌やり場であの人がですねあの餌を あげるんですよね、うん、なので基本的には冬ですね、うん、で夏は結構その子育てのためにあの湿原に戻ったりしてするので、でまあ、なんていうのかな、その現地のやっぱりそのフォトグラファーの方々がいっぱいおられて、うん、でそういう方々がやっぱりこう自然風景とその単調だったり、うん、その本当にこう雄大なあその鳥の姿っていうのをおとりになっていてたくさんですね、うん、でやっぱそういう素敵な写真集いっぱいあって、うん、でその中で、まあ、僕があの、まあ、本当にこう一時期、まあ、冬毎年のように、まあ1月2月3月とかですね行ってたんですけど、その時になんか自分が得た感動みたいなものをどうこう自分なりにこうなんかこう写真できるかなっていうことを考えた時に、青空と鶴だったっていう感じ で、 で、まあ、まあ飛んでったりとか、あとこう、うん、あ、質問が来てます。そうです、そうです。え、なんて読むんですか？鶴井村です。鶴井村、そう、鶴井村。ちょっと鶴居村の方ももしかしたら見てくださっているかもしれない。鶴居村はね、チーズが美味しいんですよ。はい、鶴居村のチーズ。はい、チーズ。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 乳製品が美味しい。そう、でもちょっとね、なかなか行けない、うん、行けてないんで、また行きたいなとは思ってるんですけど、うん、鶴居村ですね。はい。僕はもう、あと、阿寒とかっていうところでも、あと、まあ、割といろんなところで見られたりはするんですけど、僕は鶴居で見てます。考え方が参考になりますっていうコメントいただきました。ありがとうございます。そうです、そうです。あの展示をしてもらいたいなと思ったきっかけが、うん、銀座のポーラのギャラリーで鉄平さんが展示をされていて、うん、でそれがすごいあまりにも素敵で、本当に、うん、ありがとうございます。青い世界の中にこの白い単調が、うん、すごくこうアーティスティックにこう表現されていて、うん、それがすごい素敵 でそれをもう一回プリントで見たいっていうので、うん、今回展示をお願いして、で北海道の写真でっていう話してたんですけど、五色沼を今回混ぜてくださって、うん、はい、新作もあるんですよね。はい、そうですね、うん、その翔卓とそれから窓系ってやつは、まあ、一つ新、うん、まあ、あまりお見せしていない写真というか、うん、まあまあ、そんなに大それて言うわけじゃないですけど、まあ、発表してないやつなので、うん、はい、まあまあ、見やすさという意味ではあの銀座のポーラミュージアムアネックスというところで2015年にやらせていただいた個展があるんですが、まあ、その前にも、まあ、銀座の TIP というところでギャラリーで同じように、まあ、鶴の写真を、うん、そこはもう割とこう単調鶴に焦点を当てたものをやらせてもらったんですけど、まあ、いずれのものをそのままこうここで展示するっていう、まあ、なんていうかな、その時のこう世界観でっていうところはあったんですけど、ちょっとこう新作もいいかなと思って小室さんにちょっとお見せしたら、すごくこう、うん、あ、いいじゃないですかって言ってくださったのであ、これはちょっとこう新作も混ぜさせてもらおうということでちょっと入れさせてもらいました、うん、その時に見せてもらった写真がこの写真なんですけど、ちょっといいですか、はい、カメラで、はい、切り替えますよ。じゃあ2番押してください。ちょっと光っちゃうね、その角度。これが、全部手焼きのプリントで今回仕上げてくださっていて、見た時に透明感がすごいなって思ったんですよね、うんうん、でこの透明感がすごいなんかリアリティがあって、目の前に本当にこの水面があるような印象で、うんうん、こうやってカヌーの上から、あ、そうです、カヌーのインストラクターの方っていうんですかね、カヌー運転してくださる方がいて、その後ろに僕が座って、その後ろに僕が座って撮らせてもらった感じなんですけど、まあ、結構楽しいですね、カヌーもね、うん、すごい透明感があってね、いいです、はいはい、実際のプリントがねやっぱりいいですね、うんうん、すごい面白いなと思って、あの写真展ってやっぱりいろんな写真の見方があるから、うん、その写真展見に来た人にいろんな話を聞くんですけど、うん、今日お店番をしていたのがヘアメイクをやっているなっちゃんっていう女の子が、あの、はい、モノグラフィーのお店番をやってくれてたんですけど、
彼女にどの写真がいい、うん、って聞いた時に、あのこの辺りの写真、うん、真ん中の写真がいいなって言って、うん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 、なんでって聞いたら、うんうん、動物目線だからって言ったんですよ。そう、動物が彼女すごい好きだから、動物目線でなんかこう生き生きとしたのが写っていて、これが一番好きですって話していて。ちょっと低いですもんね、確かにね。そうですね、上目線だからね、うんうん、カノに乗ってるんで、すごい、はい、なんかそう言っていただけると、うん、またなんかそのね、こういうふうに写真を飾ったりとか展示したりすると、いろんなそのあの意見が、うん、あの聞かせていただけるので、すごいありがたいなというふうに思います、うん、あとは今回数名の方にお聞きしたんですけど、はい、今回展示している中の写真で一番どの写真が好きですかっていうふうに聞いたら、うん、2名がこのちょっと写真出してもらってもいいですか、はい、2番で切り替えますね。こちらのマンホールの写真。ああ、ね。マンホールね、はいはい。はい。この写真を選んでらっしゃる方がいて、あのお一人はやっぱり目線がすごい面白いっていう、やっぱ気づきが、うん、あのあって、それをなんかちゃんと作品として仕上げてるところがすごいっておっしゃっていて、うんうん、確かになと思いながら、うん、これはね、やっぱ2名いらっしゃいましたね。うん、はい、切り替えますよ。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。大変なのよ、まあ、そうね、手伝いますよ。今回自然風景、写っているものは割とこう動物だったり風景だったりということで、うん、人工物ではないものが多いんですけど、でもそのこうもう自分たちの生活の中で、なんていうんですかね、こう一般的に自然と呼ばれるものってあまりないというか、人との関わり、人も含めたものっていうのが あるのかなと思っていて、うん、でその時にこう、まあ、写真一枚一枚の中にも そういうものが含まれていたりするわけなんですけど、まあ、今回その具体的にこの左、下にもですね、ちょっとそう、ちょっと人工的なこの釧路の駅前の風景なんですけど、結構僕釧路の駅前の風景、うん、すごく好きで、釧路行くとよく撮るんですけれども、まあ、こういう先ほどのこう、マンホールもそうですけど、こういうそのものもちょっとこう混ぜることによって、うん、まあ、それでさえも何か一つのこう自然のこう在り方というか、その自然と密接にあるっていうものの生活の匂いのようなものを、ちょっとこう中に含めさせてもらってるっていうところはちょっとあるんですよね。なるほど、はい、切り替えますか、はい、なので、まあ、じゃあなぜマンホールなのかとかっていうのの理由は特に具体的なその言葉をで何かっていうことはちょっと難しいんですけど、うん、まあ、ただ、結構そういうものでもなんかこう美しさがあるし、こういう写真の中にも溶け込ませたいなっていうところがあって、うん、ちょっと入れさせてもらっています。はい、ちょっと質問が来ております、はい、山田太郎さんありがとうございます。何かフィルター ND やハーフ ND などは使用していますか、うんうん、はい、端的に言うと使ってません。はい、で特に、もう本当にこのカメラのみで撮っているというものなんですけども、おそらく色合いとかトーンとかっていうところで何かそういうフィルターをっていうことなのかなと思うんですけど、これ全部ネガフィルムで撮っていて、はい、でネガフィルムで撮って、そのネガフィルムの持っているその持ち味なんですよね、この柔らかさとか独特のトーンとかっていうのは、あと、まあ、僕が好きな光の調子とかそういったものもあるので、まあ、特に冬の光っていうのは非常に繊細で柔らかくて、うん、で僕は割とこう晴天の日が好きなので、うん、まあ、そういうその選んで撮ることによって、僕が好きなトーンに持ってっていると。なるほど。で家で家に暗室を作っていて、家で、カラープリントしているので、そういうところでも自分でこう色を作り込むというか、トーンを作り込んでいくので、うん、そこもあるかなと思います、うん、はい、あとはコメントをいただいていて、時間を作って実際にプリントを見に行かないといけませんね、と、はい、はい、ぜひ見ていただきたいですね。そうですね、うん、あとモフペンさん、今使われているカメラはずっと使われているのですか、うん、便利なデジタルカメラに買い替えたいと思ったことはありますか、うん、はい
便利な。あ、そうですね、便利ですね。あのですね、まずそのデジタルはデジタルの良さがあるんですよね。で、フィルムカメラにはフィルムカメラの良さがあると思います。はい、で、まあ、僕は作品でこうフィルムを使うことが多いんですけれども、まあ、ただやっぱりこうデジタルはデジタルの良さがあるので、そこでもやっぱりこうそれは模索したいなというふうに思ってます。で、仕事に関してはもう今 100% デジタルですね。はい、なので、デジタルカメラはきちんと持って使用しております。でむしろ、なのでこう日常的なものは ほぼデジタルになるので、作品を作るという部分でフィルムカメラを使っているので、そういった意味ではフィルムカメラを使うことの方が少ないのかもしれないですね。あとは黒高さん、河野哲平さんの写真がとても興味を持ちました。うんうん、遠方なので、展示は見に行けないのですが、写真集などは出版されていますかということですね。恐れ入ります。ありがとうございます。写真集は、ございませんで、ないのですが、いっぱいマニュアル本を作っておりまして。撮り方本は。撮り方本はたくさんあります。で、まあ、この、中にもいろいろ使う。あとでちょっとその、またスライドでお見せしようかなと思ってるんですけど、例えばまあ、こういうちょっと自分の本があるんですが、この中に、まあ、旅のポートレートとか、そうギャラリーとかを自分の本で自分でこう出したい写真をいっぱい出してるんですけど、そういうところで見ていただく、見ていただく。で今のところ、はい、でもジンとか、うん、ちょっとそういうのも含めて、やっぱり作りたいなというふうには思っているので、はい、またちょっと、そういうご希望の方に、ぜひ届けられるように頑張りたいなと思ってます、はいはい、あとはちょっと遠方の方にお勧めしたいのが、今回はここの会場で、北海道のシリーズ、あ、じゃあ、北海道のシリーズと、あとは、アフガニスタンとパキスタンで撮影された幅広いです、スナップの写真を、はい、ポストカード1枚200円で販売しているんですけども、これをモノグラフィーのウェブショップでも販売しておりますので、ぜひ手に取っていただければと思います。特に、今ちょうど出しているのが、少し色温度が赤いね。赤いかな。ちょっと色温度、うん、そう、色温度がちょっと赤いかな。この青さが伝わると嬉しいな。僕の写真はちょっとね、再現が難しいんですよね、いろいろね。ちょっとホワイトバランスもらいます。はい。ああ、さすがでございますね。早いですね。ごめんなさい。仕事が。ホワイトバランス。仕事が。仕事が早い。作品の裏仕事が早い、うん。はい。で、こちらの、5種類をセットにしたものを、概要欄のところに URL を貼っておいたので、これを5種類セットでやっております。これが、うん、ポーラの時に展示されていた作品は、うん、そうですね、入っていますよね。はい。はい。で、あ、そうですね。1枚ですよ。よかった。これ、網走。これは網走です。すごい綺麗な。そうですね。氷のこう、氷がどん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 こう、外に自動的に逃げていくっていう、なんかその、そういう自然現象。これはクシャロ湖で撮ったんですけど、ですね。こちらすごい綺麗な。はい。これもクシャロ湖ですね。クシャロ湖。うん。あ、これはですね、白鳥です。あ、はい。白鳥なんですね。はい。そうなんです。鶴って泳がないじゃない。あ、そう。ですね、浮いてるイメージなんですよ。飛んでるイメージしか。これがですね、これはこれも網走ですね。網走で霧氷がついていたので、朝方の風景ですね。これが普通の本当にポストカードよりも大きいサイズになっているので、すごい見応えのある、はい。はい。そうなんです。であとパキスタンの8種類、はいはい、こちらは今お見せしたのが5種類セットになっていて、はい、これはいつ頃のパキスタンですか。これはですね、だいぶ前です。2003年とか2006年に撮ったやつなんですけれど、旅は結構いろいろ好きで、モチーフにこれも最近は日本国内、それは別にコロナ関係なく日本国内のこう情景みたいなものにすごくこう惹かれて、うん、撮りに行くことが多い。まあ、一方で、まあ、ボリビアに行ったりとかですね、ウユニ湖に行ったりとか、まあ、してたりとかするので、まあ、旅も一つ僕の中では大事な
ポイントになってます、うんうん、そのポイントカードですね。アホが独特なんですけど、現像液は何を使われてますかということですね。現像液、うん、現像、カラーの、現像液なんですね。カラーのが現像液は、ちょっとね、名前が定かじゃなくて、もう、ね、1種類しかないんですよ。1種類しかないんですよ。モノクロの現像液みたいにいっぱい種類があるわけではなくて、コダック。あ、コダック何でしたっけ？コダックしかないんですよ。ヨドバシで調べてもらえばすぐ出てくる。言ってますね。はいはい。で、現像液と停止液かな、定着液か停止じゃないか、定着と、うん、2種類あって、で現像液は3種類の液体をミックスさせて作るんですけど、そこら辺はまあエクタカラー、あ、そうですね、コダック早いですね、コダックエクタカラー仕事早いです、みんな早いですね、はい、でも1種類しかないので、もう正直カラープリントを自分でやる人って正直あんまりないんですよね、うん、なので需要もそんなにないっていうか、まあもともと昔から1種類しかなかったかなとは思います、現像液に関してはですね。このおじいちゃんすごい好き、うん、これどういうシチュエーションなんですか、うん、これね、寝てたんですよね。これはパキスタン、寝てた、パキスタンです、寝てたんでそのまま撮った。例えばこの写真はすごい人気ありますね。あ、ありがとうございます、うん、これはアフガニスタンで撮ったやつなんですけど、ラマザンって言って、まあ、断食があるんですけれども、その断食明けにですね、お祭りになるんですね、うん、でその大人が子供たちに、まあ、配るというか、まあ、売ってるやつだと思うんですけど、うん、まあ、風船でこのなんかね、日本で見たりとかする風船と違ってなんかこう、うん、飴色っていうんですかね、なんかね、こう独特なこう色が混ざってるんですよね。はい。で、これ、すごく、あ、いいなと思って、何気なく撮って、で、2回目行った時にもう1回撮ろうと思って撮ったんだけど、同じようには撮れなくて、風船見たあったんですけど、やっぱね、その時にしか撮れないものって、こういうものにもあるんだな、みたいな。そうですね。素材が変わってたかもしれない。そうですね。物理的に。ね、はい、そうそうそう、でコメントをいただいております、うん、プディングさん、ご来店ありがとうございます、本日購入しました、ありがとうございます、いただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、あ、黒高さん、ご回答ありがとうございます、まずはポストカードから購入しますということですね。ありがとうございます、ありがとうございます、メテロジさん、そうそうそう、いいですね、ということですね、うん、なんとなくパステル側を思い出させる、うん、思わせるような優しい雰囲気を感じました、うん、はい、ありがとうございます、うん、そうですね、まあ、やっぱりこう、まあ、僕が写真を始めた時にこう、自分の写真ってどういうものがあるかなっていうふうにちょっとこう、うん、まあ、模索っていうとあれですけど、まあ、探ってた時にいろいろモノクロで撮ったりとかいろいろトライしてたんですけど、まあ、その中でこうカラーで自分で撮ってプリン、初めてやっぱこう自分でこうプリントっていうか、インデックスプリントって言って、インデックスを出すんですけど、うん、コンタクトシートですね、はい、その時のこうこの感じで出てきた写真に自分自身が感動して、うん、あ、まあ、そこから結構はい、いいなと思うようになって、それは東北の岩手のその何気ない風景の写真なんですけど、うん、まあ、それのテンションというのは今でもよく覚えてますね、うん、でそれはまさしくパステルカラーっていうか、うん、そういうトーンだったと思います。はい。うん、はい、じゃあそしたら、てっぺいさんにデジタルデータでも写真ご用意していただいているので、はい、ちょっとそちらも見させていただきながらお話ししましょうかね。はいはいはい、ちょっとまあ、なんていうんですかね、こう結構、はい、はい。おお。はい。あ、これが、そうですね。で、これがポーラでやらせてもらった時の、まあ、表紙、DM の表紙になったっていう、ものでして、で、まあ、まあ、そういった意味では非常にこう思い入れのある一枚ですね。すみませんね、これなんかこれだけがね、あれだけできなかった。はい。で、これも先ほど見ていただいた写真ですね。うんうん、綺麗ですね。うん、もうこれはね、こういう感じです。こういう感じ。綺麗。はい。でもちょっとね、あんまりね、なんかね、
説明ができないですよね。まあこれも氷。この、そうですね、氷が割れてる。はい。まあ、なんかこういうのね、撮るの好きで、まあ、結構こう、こう要素が削られているというか、そういうところで、被写体に惹かれるというところは多いかなと思いますね。で、これ寄ってるので、まあ、こういう写真って結構遠近感がわからないんですけど、はい、まあ、ものすごく広大に見えるんですけど、まあ、割と狭いところで撮ってる感じの一枚です、ね。あ、そうなんです。はい、なんか船から見て、はい、すごい広大に広がってるんですけど、うんうんうん、ドローンから撮ってる。これ何センチ四方なんです？何センチ四方？何メーター？ちょっと細かいこと言ったね。そうですね、規模感、普通に、うん、なんだ、センチなんですか？何メートルとかじゃなくて、メーターでもいいですよ。なんか、まあ、普通に、なんつうんですか、岬のへりで、はい、に立って、うん、とそのまま撮った感じですね。で、これも、結構やっぱ広いです、うんうん、言っても。あ、まあまあ、そうですね、言っても広い。じゃセンチじゃない。センチです。そうそう、センチでは表現できない。で、これも105ミリで撮ってるはずなので、まあ、結構こう、標準域で、そうですね。うん。って感じですね。うん。広い。綺麗。はい。で、これが、これも結構ね、僕好きで、これもね、実はね、この、今下にあるでかいサイズの単調と同じぐらいの大きさなんですよ。実はものすごいでかくしてて、この写真は。あ、そうなんです。で、まあちょっと今回のここには持ってきてはいないんですけど、これはなんか割と寂れた民宿の窓際の植物です。そうです、多肉植物ですね。すごい。これもこのレンズ寄れないじゃないですか、あんまり。あ、そうですね。大変ですよね。あ、うん、あ、でも今のはすごいいいあれですね。だからさっきの焦点距離と同じで、はい、この寄れないというところも含めて、いい、そうそうそう。わかります。そう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 。寄れないんで90ミリ買ったんですよ。ああ、はいはい。寄れるんですよ。ああ、寄れるね。つまんない。そう。最短撮影距離が1メーター。1メーター。1メーター。ライトより長いから。そうだね。だから、その、なんか、寄れないっていうのも、すごく僕はいいなと思ってて、だから、こう、いたずらに寄らせないっていうか、いたずらにそれ以上寄らせないぞみたいなのの自然さみたいなものがすごく好きですね。そこまで自分でこう、コントロールさせないっていうところは潔くて、そういった意味では、まあ別にこのレンズに限らないけど、寄れないっていうのはそういう良さがあるなって思います。思いますね。うん。ライカとかもそうでしょう。そうですね。ねそうそうそう。寄れない美学みたいな。そう。そうそうそう。それを肯定する。そうそう。だから。肯定したいよね、やっぱり。だから、これもそのところでこうできているっていう感じですね。うん、寄れても、その多肉植物の寄りじゃないですか。そう、この雰囲気は映んないですね、うん、その寄ったところで、ね、うん、そうですね、ガラスの雰囲気だったり、うん、手前の植物だったり、そうそうそう、なんかこう温度感まで感じるもんね、うん、これぐらい引いてなんか全体が入ってくると、うん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 、はいはいはい、ありがとうございます。まあ、これも、うん、まあ、今回展示している写真の中の一枚なんですけど、うん、まあ、こういうね、写り込みとかっていうのもキラキラしてるところとかって、うん、結構まあやっぱりまあ、みんな撮る被写体だなと思って、僕も、なので、まあ、よく撮るものの一つなんですけど、うん、シンプルなんだけれども、これもね、実は、いっぱい撮ってて、はい、で、水が このキラキラが真ん中にあるやつとか、もっといっぱい入ってるやつとか、はい、その中から、こう、どれを選ぶかっていうのは、もうなんか正解がなくて、まあ、なんかそのセンスというか、うん。バランスですよね。そうですね。なんかそのあたり。うん。なんかあれですね、手焼きで見るのと、うん、こちらのパソコン上で見るのだと、全然印象が違って、うん、深いブルーから淡いブルーに下から上と変わっていく感じが、手焼きだと出てるんですけど、うんうん、そういったところの違いってやっぱありますよね。はい、そうですね。はい。なんか、ありますね、うん。で、これが。あ、いいですね。ありがとうございます。やっぱり単調、うん。やっぱりその長望遠ででかくっていうのが、うん、なんか多い気がしますけど、うん、やっぱこういう空に余裕があると。そう、いいですね、なんていうんですかね、単調を撮りたいのかっていうと、
単調を取りたいんですけど、単調のいる風景が撮りたいっていう、その単調のいるその空間がとても素敵なんですよ。単調そのものっていうよりかは、で僕は飛んでるっていうところにものすごくこうピースフルなというか、なんかこう希望を感じるというか、なんかそのちょっとうまくは言えないんですけど、何かそういうのをちょっとこう見てて幸せな気分になるというか、そういうのがあるんですよね。でそれをなんかこう写真にできたらいいなと思って撮ってるっていうことなんですけど、これはでもすごくこうプリントが本当に難しくて、あのこの青のトーンとか、あと白鳥、単調鶴っていうのは白いので、その白がいたずらに色を変えてしまうと白が不自然に仕上がってしまったりとか、で空って青く出したくなるんだけど、青くしていくと鶴も青くなってしまう、なのでこれは実はあの夕暮、ちょっと夕暮れになりかけている空で、なので全体的にちょっとこう黄色っぽい空なんですよね。なのでなんかこう単調がこうちょっとこう黄身のある感じで、全体としてもちょっとこう黄身がある、割と気に入ってる一枚って感じですね。この辺はねいっぱい出てきますけどね。やっぱりでも日の高さが変わってくると単調の色が変わるっていうのがちょっと面白いですね。あのね、同じ空でもやっぱりね、あの日によっても、それから時間によっても全然違うのと、まあ当然その単調の飛び方も違うのと、あのね、なんかすごい雄大なんです。雄大、すごい、このかわいい、でこんだけいっぱい飛んでるとやっぱなんかちょっとね、うわーって思ったりとか、で、ね、よく撮る方は、あの、打ちに行くぞって言うんですけど、シューティングの方。そう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 。あの、撮ることを打つって言って、なんかこう、練習。まあ、なんかそう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 。まあ、僕も、まあ、いろいろ打ちに、撮りに行くっていう感じですね。やっぱなんかその構図を決めたりするのも、まあなんか臨機応変に自分で決めていくんですけど、その結構その空間の使い方とか、まあ意図的にちょっと、意図的にっていうか、まあだから同じ焦点距離でずっと撮っているので、まあ大きくなることもあれば、やっぱその小さくなることもあって、そこのこう魅力ですよね。これなんかは先ほど言ったちょっとこう風がふわーってものすごくこう浮き立って、というかこう風でこうブワーってなった時にもう自由に単調がこうふわ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 こうしてるところを撮ったっていうところで、まあこれ成功マート、みんなの大好き成功マート、成功マート、成功マートフィルムで撮るっていうこの感じがいいですね。ニューカラーな感じがして、そうそうそう、まあ、これ受け狙いでここに持ってきたわけじゃなくて、まあなんかいいなと思って、成功マートね結構いいんですよね、色もいいです。そうですね、オレンジと白と、この辺はセイコマートしかないからすごくセイコマートいいですよ。なんか見ると、ね、なんか懐かしくなる。なんかアンテナいいですね。すごく、あ、そうですね。ね、衛星アンテナ、はい、私の実家福島なんですけど、福島までに帰る道の茨城県でセイコマートいっぱいあるんですよ。あ、そうなんですか。あ、でもなんか都内にもあるってね。そうそう、言いますもんね。福島は多いらしい。茨城は多いですよね。そうそうそう。そうです、福島じゃなかった。加藤さんが、実際に釧路の空で見上げたとき、綺麗で感動したことを思い出した。ああ、見たことある人は。そうそうそう。そうですよね。で、あとね、鶴はね、本当に声が素敵なんですよ、声が。キューキューキューって言うんですけど、ね、そういう感じなんですか。そうそうそう。かわいい。そうそうそう。すごいね、響くんですよね。山田さん。イメージはレンズが1本なので、体に画角が染み込んで、あとは撮りたい瞬間だけ待つ感じですか？そうですね。そういう感じです。で、ね、急に来るんですよ。するって。そうなんですね。音もなく。あ、本当に。バサバサみたいな。なんかね、全然、なんかね、ぼーっとしてるといつの間にか、プーって。プクッ、プクって言いながら、あーっつって。そうだから静かに来る。そう、本当に音もなく静かにやってくるんで、だからすごいこうぼーっとしてると行っちゃうんですよね。そうです、そうです。じゃあなんか
そのいっぱいいて飛び立つとかじゃないですね。あ、じゃないです。あの遠くから飛んでくる。だから遠く見てればなんかあの辺から来るかなって見てるじゃないですか。ストローいきなりこっちからファーと来て向こう行っちゃったとか。でなんかバババって撮ってる人がいてわーって気づいたらとかそういうのも結構ある。そうなんですね。なんかね結構ね不思議なんですよね。あのね大きくて大きい鳥なんで気づきそうなものなんですけど、割と本当に音もなくふーってくるから。結構外空見とかないと逃しちゃうんですね。そうです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 。なんかねどっかで羽休めしてて、うん、わーっと飛び立つのかと思ってた、うん、違うんですね。違います違います。でその餌やり場に降りて餌やり場からは飛ぶんですけど、はい、そこからはあんまりね僕はちょっとそんなに撮らないんですよね、はい、餌やり場から飛ぶ写真は、ね、でなんかこうまああのねぐらに帰っていくときに撮ったりはするんですけど、なるべくこう餌やり場に来るタンチョウを狙って撮ることが多くて、でなんかこう空がいい感じの青いところでとか自分でこうポイントを絞った時にはさらにこうそこにこう都合よくタンチョウが現れることがなかったりするので、さらにこう自分の納得のいくような画角とか構図で撮ろうとするとさらに難しくなるっていうことですね。ですもんね、はい、入ってきて、はい、しかもフィルムで、ね、うん、まあ、電車も何もないから、そうそう、ね、ワンショットですからね、うん、そこがすごい。だからまあそう、あ、ピントがだから合ってなかったりすることもやっぱりあるので、うん、あ、いいなと思っても大きくしてみるとピントが合ってなかったりとか、フォーマットがねそもそも67ですからね、はいはい、そう。でもね、なんか不思議なことになんかいいなと思ったものはだいたいいい感じで仕上がってくる。ああ、でもフィルムってその手感じないですか、なんか集中力なのかな、うんうん、ねえ、ありますよね、そうそうそう。だから作品撮りにフィルムを使う方が多いのはその理由もあるのかもしれない。デジタルでわーって100枚撮っても100枚ないことってあるけど、うん、フィルムの場合なんか10枚のうちに、うん、あ、これもいいな、これもいいな、どれもいいなみたいなのがあるから、うん、結構それが不思議なんですよね。そうですね、一つ一つにやっぱり込める気持ちというか、うん、そういうのも変わってくんだな、ね、うん、なんかなかなか言葉ではね説明しにくいですけど、うん、同じカメラなんですけど、うん、やっぱフィルムとデジタルって違う気がする、うんうん、なんかね中盤と 35mm の違いとかっていうのももしかしたらあるかもしれないですね、はい、なんか結構その僕もデジタルは結構パッパッパッていっぱい撮る方なんですけど、やっぱり、デジタルはだけどフィルムの場合は旅の写真も含めてそんなに同じ、はい、シーンは可能な限り1枚、そうですね、はい、でもうワンショットですね。結構やっぱそのなんか一番最初の感動みたいなものが結局一番なんかこういいっていうか、うん、なんか何回か撮ったとしても、うん、結局1枚目が一番良かったりとかしていて、そうですね、それはなんかデジタルでもあって、そうそう、ポートレートとかそうじゃないですか、うん、あ、テストじゃあ1枚あこれでいいやみたいな、はいはい、でもなんかそれで終わるわけじゃないから、はいはい、はい、いっぱい撮る、いっぱい撮る、なるほどね。デジタルならばがそこのなんか1枚目なのか、うん、最後の1枚目なのか、うん、直感なんでしょうね、うん、ポートレートは、ね、最後もあるじゃん、うん、最後じゃあラストみたいな、そうそう、うん、ラストは撮りますからねが一番いい映画ですよね、うん、それはありますね、うん、スナップとかこういう風景とかってやっぱり自分の直感だから、うん、結構1枚で出しちゃう。これって、うん、単調とかもそうなんですけど、うん、撮るぞって決めてから単調ってどれぐらいの時間撮ってるんです？あ、ね、なんかこのタンチョウが餌やり場に 来る時間帯っていうのは朝だったりとか、うん、あと帰る間際は、夕方だったりとかするんですけど、はい、まあ、朝と夕方も撮るんですけど、僕は割とこう日の高い時間帯のが好きなので、うん、そうすると来る確率は落ちるんですけれども、まあ、来ないわけではないので、うん、そこを割とこう狙う。なので、昼間ぐらい。そう。もうだから1時間に、うん、全然飛んでこない時とかもあるんですよ。ひたすら待つんですよ、ね。だから意外に。ボートできないわけですよ。そうです。そうそうそう。ボートはできないんで。ずっと空見てない。そうです、そうです、そうです。だからなんか、まあなんか、ちょっと変わった人だなと思われてるかもしれないです。ずっと空を見てる。だから一般的にはここの時間に、鶴の、がこう飛来することが多いっていうタイミングを狙っておとりになる方々が多いので、あと鶴居に関してはその鉄道も有名だし、あとフクロウが取れたりとか、いろいろ取りたいなと思うポイントがいっぱいあるんですよね。だから
皆さん結構車で移動されるので、もうその鶴も撮るし鉄道も撮るし、まあ、結構いろんなあの魅力的な被写体ですっごい溢れてるので、ぜひ鶴に、はい、鶴に足を。鉄平さんみたいな青いこう青い中に白いタンチョウが飛んでいるっていうのを撮ろうと思うと、うんうん、日中が一番いいんでしょうね。青が一番。そうですね。そうですね、うん。早すぎても遅すぎてもね。そう、青くなっちゃいますね。そうですね。で、まあなんか雪がものすごい降る日もあれば、うん、天気がどんぐもりの日とかもあったりとかするので、僕はそういう時はあんまりこう撮らなかったりとかして。すごいこだわりだなと思うのが青いんですよ全部。そうですね。で、見てみると雲がないの、うんうん、これがすごいこだわりだなと思って、うんうんうん、あってもちょっと薄い、そう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 、またここに雲があったりとかしたら写真の印象が変わって、うんうんね、単調に目が分散していきにくくなっちゃうと思うんですけど、うん、青い中に単調が彫ってるから、うんうん、すごいこう鮮明に目立ってくるし、うん、際立つ。ありがとうございます、うん、なのでまあすごく好きですね。ちょっと続きの写真見てみます、はいはい、うん、じゃあ切り替えお願いします、はい、はい、あ、うん、はい、でこれが、今回の窓景の写真ですね、うん、でこれ奥に見えてるの流氷になります。鉄道知床斜里から網走に向かう鉄道は、海辺沿いを行くので、うん、運が良ければというか流氷が来てればこういう流氷を見ながらですね行けるんですよね。結構いいなと思いながら。わ、綺麗だな、はい、本当に。この辺とかですね。ま、窓から見る風景というのは、なんかこう、うん、一つ、その、ね、なんかこう、覗き見るみたいな視点が加わって、うん、いいなというふうに思って撮ってる感じですね。あれ、あ、これちょっと、スクリーンショットからなんですいません。白枠が。すいません。こういう感じとか、うん、まあ、こういう感じとか、この、うん、今日見に来られた方がお話ししてたのが、この窓の映り込みが全然ないのがすごいって言ってました。うん、あ、二重窓らしいんですけど、はいはい、それはなんか全然こう映り込んでないの、暗いからですかね。そうですね、暗いからなのかな。綺麗だな、うん。ちょっと座席が映ってるのとかいいですね。で、うん、やっぱね、人が全然乗ってないんで、うん、もういくらでも撮れるというかですね。うん、これも67で撮った。これも67です。なので。結構な音ですもんね。そうですね。で、本当にこう、まあ、奥の風景はちょっと多少ブレててもいいかな、みたいな感じで撮ってはいるんですけど、うんうんうん、いろいろこう、これも気持ちよい気持ちで撮ってる感じですね。うん、これ DM って入ってますか ?DM。DM、入ってます。入ってますか、ちょっと。DM。今回の DM が2種類作っていただいたんですよね。はい。はい。うん、これが鉄平さんが使用していて、モノグラフィー用にこれを作っていただいて、はいはい、でもう一つが完全手書きっていうのがあって、最初これ鉄平さんに DM として提出していただいて一番最初これだったんですよね。そうですね。で小室さんから、うん、モノグラフィーとかの住所とかも含めて、うんうん、こっちは手書きじゃない方がいいんじゃないかっていうふうにアドバイスをいただいて、それで、あ、まあ、確かにそうだと思って、確かにこっちの方がいいなっていう。そう、なんか手書きと手書きじゃないところの、うん、こうバランスが生まれて、うん、なんか手書きのところがすごい強調される感じがして。そうですね。あと、これ話聞いて面白かったのが、完全手書きのやつが、Mac の、ノートパソコンのトラックパッドで書いてるんですよ。だからすごい東京都中央区日本橋の、電波帳とかがすごい書きづらくて、めっちゃ拡大して、東京のでも塔とかがすごい、すごい大変だったんです。でもなんかだんだん力尽きてきて、そのオープン、木、金、土とかもなんかこう字が、ひらがなとかなんかもうひどい。ちょっとひどいんで。19字の字がひらがな。そうそう。まあ、ちょっと書けない。そうです。トラックパッドで。若いもんね。まあ、ジョナサンに行ってペンタブで書こうと思ったんですけど、ペンを忘れてしまって、ペンタブ持ってって、ペンを忘れて、全然書けなくて。で、もう、この、仕事がパッドで。そうです、そうです。もう、すごい。写真展の隣のに、汗汗。鳥が飛んでるんですけど、単調。単調。単調飛んでるんですよね、青い単調は。単調は、僕、
イラストを見ながら描けばすごい上手に描けるんですよ。だけどあえて見ないで描いたんですよね、うん、だからあのそれぞれ違う拡大して単調のとこだけこれ単調なんですかね。でも最初のイラストからどんどん進化してるんですよね。そうそう、だんだん上手くなってると思う。これ全部トラックパッドで描いてるんで、ね、そうですそうですそうですえ、ごめんなさい、最初の方がいいかな。これが一番いいかな。それいいですね。これ飛んでますもんね。単調っぽい。これ目なんですよ。目が優しい。目がめちゃめちゃ優しい。これすごくないですか。これ描いてるわけじゃなくて、こう残してるっていう。残して黒い目にしてる。技術ですね。そうそう、これニコって笑ってる。微笑んでるわ。そうそうそう。いいですよね。あとすごい笑っちゃったのは、これ DM を2個作ってくださって、どっちの DM を使いますかっていう話になった時に、じゃあ2個使いましょうと。で、星がついてるので、星がついてる方はモノグラフィーさんでっていう気づきをいただいたんですけど、星ついてるからこっちは私たちみたいな。写真がどっちがいいかなって結構迷ったんですよ、うん、で、どっちを DM に、あの DM 作ろうと思った時に、まあ単調、はいっていう方法もあったんだけど、うん、まあ、ちょっと僕の中では単調は割と代表的な写真になっているので、ちょっとそう新作でって考えた時に、翔太くんは、ちょっとまあいっぱい要素があって文字が載せづらいなと思って、まあ、ちょうどいいやと思って今回この窓系にしたんですけど、うんうん、そうそうそう。星はどういう意味なんですか。星ですか、はい、なんかどういう意味なんだろう。ジョナサンの時の心境ですか。あ、そうですね。なんかこうね、スターのように輝いてほしいっていう。あ、なんかそう、だからキラキラしてるっていうことですね。うん、なるほど。はい。面白い。いや、もうこの DM が来た時に上田と二人で大爆笑してました、ね、これ絶対単調だよとかって。そうそうそう。単調のところに書いてありますからね。単調の上に。そういうこと。ああ、そうかそうか。そういうことか。写真っての横じゃないですね、よく見たらね。単調の上なんですね。うん、そうですね。これをトラックパッドで全部書いてますからね。そうですね。本当に。はい。じゃあ、コメントもいくつか。コメント、本当ですか。はい、ありがとうございます。はい、トラックパッド、トラックパッド、アート、素敵ですね。あ、ありがとうございます。で、山田太郎さんが、ホビオを使ってるんですって、うん。同じ使い方をしてるので嬉しいという。もうワンショットで、あ、はい、苦労するカメラを使うとやっぱり、ね、一発で撮るというのがね、うん、そうですね。パーマメントバケーションさんも、真冬の道東の撮影旅行をしました。釧路から根室まで最高でした、はい、いやいいですね。そうですね、根室もね、いいところですよね。そうそうそう、うん、パーマメントバケーションさんもフィルムめっちゃ撮る、うん、あ、そうなんですね。はい、写真めちゃめちゃ上手ですよね。めちゃくちゃ上手。上田家の写真コンテスト、はい、ほぼ上位。上位。あ、そうなんですね。すごい面白い写真撮り方をされていて、自分でストーリーを考えて、うんうん、でそのストーリーに合った写真を撮っていくっていう。へえ。六七でしたよね、多分ね。そうですね。六七使い。へえ。またなんか、はい、体験できる機会があれば、はい。ぜひ遊び来てください。てっぺいさんが在廊してるツイッターに書きますんで、はい、よかったら遊びに来てください。ぜひ、はい、はい。これがトラックパッドアートです。はい、トラックパッドアートでしたね。はい、いや、すごいもう楽しい。ね、見ますか、写真。あ、見ます、見ます。あれ、ちょっとでかくなっちゃった。これがまあ、ちょっと一応、そういうの頭で。この、3月、あれ3月にちょっとこちら、モノグラフィーさんで写真展、じゃねえや、撮影会をさせ、はい、写真教室したさせてもらった時の井の頭も、僕は結構好きで撮ってる写真なんですけど、まあ、ちょっと持ってきました。でこれも井の頭ですね。井の頭公園にこんな写真撮ったことないです。すごい、うん、すごい。これフィルム、フィルムです。あ、はい、すごい。だからまあ、身近にあるところっていうのをまあ、テーマにして撮ってみてもいいのかなっていうふうにことでちょっとやらせてもらった。手前にいるの亀ですかね。石ですね。石でしょう。いや、木を切ったやつですよ、それは。木を切ったやつか。そう。左手前、これじゃなくて、それは木を切ったやつ。そうだね。左にもあるから。
ああ、これ木か。あ、そうだね。お、さすが。さすが。とはいえ、さっきに全然関係ない。見るとこが違う。まあ、なんか、あ、そうですね。全然、主題にも副題でも何でもない。まあ、さすが、まあそう、すごいですね。デジタルは何をお使いですか。デジタルは、あ、僕の名前も鉄平です。ありがとうございます。パーマネントバケーションさん。あ、そうなんです、ね。下の名前。あ、本当ですか。鉄平さんです。あ、でも哲学の鉄、素晴らしいですね。僕はあの鉄、アイロン、そうそうそう、あの鉄なんで、はい、はい。ありがとうございます。山田さん、太郎さん。デジタル何を使います。デジタルはですね、基本、はい、まあ、仕事で多く使うのは、はい、キャノンのカメラですね。今は EOS の R6 を使っています。はい。うん。R5 はいいなと思ってるんですけど、R6 を使ってます。うん、はい。キャノンですね、ずっと出てる、ね。そうですね、ずっとキャノンですね。まあ、ただ仕事では結構いろんなものを幅広く使わせていただくので。うん、なんかマイクロフォーサーズ、OMDS のイメージもありますよね。うんうん、はい、そうですね、うん。オリンパスさんもよく使ってるし、うん、あと結構ニコンの本も作ってるので。ああ、そうですよ、ね。よくよく考えたら。そうです、そうです、そうです。なので、あとパナソニックさんもやって、たことあるし、ソニーも作ってるし、まあ結構いろいろ上げたやつほぼ全部ですね。はいはい、はい、結構何でも使わせてもらってますが、メインはじゃあ R6。 そうですね。仕事で使うときにはもうずっとそういう、うん、カメラですね。まあ僕の師匠もずっと使ってたものからやっぱりそのまま、うん、やっぱりこう独立してから使ってるっていう感じですね。うん、うん、はい。じゃあちょっと写真戻ります。はい。うん、で、ね、これはね、うん、この写真は67なんですけど、これは実は35で、うん、はい、ニコンの FM2 かな、うん、で撮ってます。これは35mm で撮ってます。うん、そうですね。で、このあたりからちょっと旅の写真ですね。さっきポストカードでもお見せした、パキスタンのフンザっていう、ところなんですけれども、風の谷のナウシカの舞台になったって呼ばれているところですね。うん、すごい。結構ね、ここはおすすめの場所です。ぜひ行ってみたらいいと思います。そうにないですね。あ、でもね、パキスタンのイスラマバードから、飛行機で、うん、まあ、ギルギットっていうところがあるんですけど、はい、そこまで行って、そこからバスっていう感じですね。でもそこからバスは2時間ぐらいで着くので。うん、へー、まずパキスタンから聞けますけど。あ、そうですね。パキスタンから。今行きにくいです。あ、そうですね。そうですね。水彩画っぽい。あ、すごい綺麗な場所。ありがとうございます。ありがとうございます。パキスタンいいですね。はい。で、このあたり、ちょっとこういう村ですね。うん、結構。立体感すごくないですか、今の写真。はい。すごい。そうですね。これも105ミリ。これも全部105ミリ。この時はもう105ミリのレンズしか持ってってないので。あ、一本勝負。一本勝負。うん、半年、半月ぐらい。いや、これはですね、2003年の時の写真なんで、はい、半年。半年。半年。フィルムを、で、カメラバッグ、カメラバッグじゃない、なんだ、普通のバッグに詰め込んで行ったんですよね。すごい。400本ぐらいだったかな。500本。500本かな。わしやったけど。500本はなかったかな。大変ですね、そんなにフィルム持ち歩くの。300本だったかな。モフペンさんが質問です。印象に残っている海外の撮影スポットはどちらでしょう。それはでもなんか上田さんとかの方が。海外の撮影スポット、印象に残っている。うん、ね。有名どころしか攻めてないんで。うん、まあ、ちょっとこの後出てくるんですけど、アフガニスタンが僕にとっては非常にこう、うん、やっぱりも最も印象に残っている国で、そうですね、すごくこういろいろこう感じいるところが多かったし、写真的にもすごく、その風船の写真とかもそうですけどね、さっきの、非常に印象に残ってますね。ただまあなんか今結構好きで行ってたのがそのボリビアとかに最近一時期行ってたので、ウユニ湖とかですね、まあ、本当に超綺麗です、ウユニ湖ね。はい、そこもフィルムで行ったんですか。それも、あ、そこはそう、フィルムと、あと、ちょっと仕事も絡めていったので、デジタルも撮ったんですけど、うん。星撮るにはね、やっぱデジタルの方が、ね、向いてます。全然向いてる。だからそういうのはもうデジタルできちんと撮って。あと、ハ
半年105ミリ1本ですかっていう、そうですね、コメントすごいですね。そうなんですよ、もう荷物なるべく軽くしたくて、まあ、500本ですよね。そうなんかね、本当は通しちゃいけないんだけど、どうしてもこう、なんていうの、あの、エクセン、どうしてもダメだっつって、通さないと絶対にダメだっていう、結構その、厳しいっすよ、ね。厳しいとこあって、その B って通した時の、あの、そのバックの中の赤外線が気持ち悪くて、フィルムがこう、ババ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 弾丸みたいな。弾丸みたいな。うわーって思って。ハンドチェックとかももうできなさそうですね。そうです、そうです、そうです、そうです。あとカメラ親父さんが、もっと撮りたくなる写真のアイディア帳を、その昔読ませていただきました。ありがとうございます。ついでにカメラ親父さんが今日誕生日だそうです。あ、本当ですか。おめでとうございます。そんなのどこに書いてありますか。本当ですか。ツイッターに書いてあります。ツイッターに誕生日にあのライブ配信やっていただけるので。あ、そうなんですね。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしいですね。105ミリ1本スタイルかっこいいですっていうコメントですね。あ、本当ですか。すごいな。まあ、まあ、その勇気はないですね。あ、いや、でも私、まあ、キューバに50ミリ1本で行ったよ。僕はもう背中に背えるだけ、そう、弾丸症だけ背えるもんね。まあ、なんかね、仕事とか絡めるとやっぱりね、いろいろもやっぱ持ってきたいなと思うんですけど、うん、この潔さが結構重要なんですよ、ね、写真に現れますね、迷っちゃうのが。この時はもう本当にそれだけって感じですね、うん。まあ、あとでもこの時、まあ、厳密には、あの、あんまり持っていく意思はなかったんですけど、大学の元の先輩からあの35ミリ の、 あのカメラを、うん、あのお借りしたので、持ってかなきゃと思って持ってって。それは記録用にも使ってましたけどね。ただまあ基本的にはもうこれ本当に1本でずっと撮ってたので、はい。で、この時は結構その、これも全部パキスタンなんですけど、人。で、この人に関しては横位置で全部撮っていて、アフガニスタンは縦位置で撮ったんですけど、なんかこう、周囲の風景とかもこう取り込みながら、結構その、結構この本当に最北部ですね、うん、パキスタンのこの辺は。で、こういう写真好き、うん、このこういうその優しい感じの人々優しい感じの人優しい、まあ、そうですね、あので、撮ってる感じですね、うん、うん、ね、あのみんな人懐っこくて、はい、なんか海外で僕も子供たちと撮ると、うん、みんななんか整列してくれますよ。そうですね。なんででしょうね。3人以上になると綺麗に並んでくれる、うん。そしてなんかこうかっこいいポーズで見たがるよ、ね、こう腕組んでみたりね。そうね、そうね。子供たちは、ね、うん、そう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 。そうなんです。なんですかこれ、かわいい。ヤギじゃん。ヤギですね。なんか頭がラストね。そう。コントラスト高い。そうそうそう。これがさっきのおじさん。ポストカードに入ってる、ね。そうです、おじさんですね。うん、あ、で、これモノクロでも撮って、これ、ちょっとここからも、パキスタンなんですけど、アバイジャネ、アフガニスタンなんですけど、あの、モノクロは結構こう力強い感じで、ポートレートを撮っています。この辺とかも。モノクロめちゃめちゃいいじゃないですか。ああ、本当ですか。ありがとうございます。モノクロもね、実は結構いっぱい撮ってるんですよね。うん、で、まあ、この辺とか、うん、まあ、これアフガニスタンのカブールっていうところなんですけど、はい、聞きますね、はい、ね、はい、で最近またちょっとあれなんで、なかなかちょっとね、うん、あ、本当に、うん、これがポストカードに入ってる、うん、バーミヤン、バーミヤンは非常にこう僕の大好きな場所の一つですね、うんうん、バーミヤンで撮った、おしゃれですよね。そうそうそう、そう、女の子、女性はね、もうみんなすごくこうカラフルな、うん、向こうのお洋服をお召しになっていて、すごくこう遠くからでも本当に色鮮やかで美しいんですよね、うん、で子供たちも結構こういうカラフルな、あ、お色のお洋服を、うん、あの着ているので、すごいいいです、うん、これがね、かっこいいんですよ。そうね、この男の人がね、かっこいいなと思って撮った。羊飼い人なんですかね、なんか普通に歩いてた人で、まあ、このアフガニスタンの時は結構こうドストレートにポートレートにこうを撮ってるっていう感じでやってましたね。質問が来ています、うん、3人とも明日から生涯カメラ1台レンズズーム1本単焦点レンズ1本と言われたら何を選びますか、特に上田さんが気になりますということですね。お、何でも持っていく僕が。そうそうそう、いいね。生涯明日からカメラ1台レンズズームレンズ1本と単焦点レンズ1本とか2本持っていいってことなのかな、どうする、あ、ズームも持ってていいの、ズームも持ってていい、カメラ1台、レンズ
ズーム1本と単焦点1本。だからカメラ1台、レンズ2本ってこと。そうだね。まあね、僕はね、どのカメラ選びますか。僕はね、でも作品、何を撮るかにもよると思うんですけど、うん、やっぱな、まあ、作品を撮るっていうことを考えると、今のところあのやっぱりこのペンタックスの67の組み合わせになるかなというふうに思います。確かに、はい、なのであのズームレンズはいらないですね。うんうん、僕も、ね、ズームはねそんなにいらないかなと、うん。仕事だったら絶対いるけど、うん、作品撮るんだったら、うん、ズームはいらないから、うん。レンズなんだろうな、一本か。カメラでまず選ぶの。そうね、カメラでレンズが決まるからね。そう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 。なんだろうね。カメラ何持ってく？あ、生涯だからね。生涯。ディアドロー、ディアドロー、ディアドルフ、ディアドルフじゃないですか。それ難しい、ね。新しい購入したばっほやほやの。シノゴ。うん。なんだろうね。でもフルサイズですか？デジタルチューバー。フルサイズか中盤っすよね、やっぱりね。一枚にする？うん。なんだろうな。結構いっぱい持ってるからね。相当持ってますよね。相当ありますよね。相当あるからね。生涯だからね。生涯か。生涯。生涯。生涯ね。生涯。だから、思い出深い、思い出深い一台を選ぶか、将来も展望まで見るか、ね、展望を使えるカメラかみたいな。映るんですね。結構重要ですよね。映るんですね。しましょう。まあでもね、それはね、あるかもしれないですよ。もしかしたら、ね。何を撮るかっていうところで言うと、なかなかこれはね、奥深いですよ。でも映るんですにしちゃったら、うん、現像をプリントしないといけないから、ね、生涯、まあ、現像もできるって考えたらフィルム、ね、明日から生涯カメラ1台か、明日から生涯じゃ、そうかそうか、もうそれしか使っちゃいけないんだ。そうそうそう。それ厳しいな。ちょっと仕事ができなくなっちゃ う。ペンタ6ならと。仕事は忘れた方がいいですよ。あ、仕事は忘れて。あ、仕事忘れて。仕事忘れて。うん、何？スパッと。もう用途を全部分けてるからね、僕は。まあ、ちょっと上田さんはね、いろいろね、まあ、ね、いろいろ。あ、作品か、うん。はいはい。スパッとだよ。やっぱでもね、中盤詰められてますわ。じゃあ、ハセルでも中盤いいですよ。ハセルかローライフレックスか。あ、じゃあフィルムなんだ、ね。ローライね。ハセルも。うん、そうだね。あ、デジタルじゃないね。そうなんだ。そうなんだ。まあ、デジタル。驚き。ねえ。今ちょうどフィルムにハマってっからね。え、でも生涯だよ、それが。生涯。今ハマっててもあれですよ。ちょっと待って、そんな伸ばすことかな。それは悩むよ、だって。スパッと。でもなんかね、でもやっぱりいっぱいありますからね。一番長く持ってるのはハッセルの503 CW だね。じゃあ、それがファイナルアンサー。ブルーのやつ。280ミリ。60ミリ。あ、60ミリ。CFI。そうですか。え、小室さんは？私はもうシンプルですね。ライカライカか。ライカの Q？ やっぱ、ね、ME？ いい、今持ってる。ライカはね、やっぱね。ME か、あ、CCD？ でもなんか、剣があるじゃん。剥離するのを考えると、M10 に50ミリのアポズミ。もうこれです。これです。終了です。そうなんだ。M10 に、あ、M10R か、今。M10R に50ミリのアポズミ。それで完成。やっぱね、ライカはレンズがいいっすよね。レンズが。レンズがいいっすよ、やっぱ。うん、あとは、悩ましいね。厳しい環境での生活を想像させると同時に、幸せな暮らしも表情から感じます。はい。ひろぼさん、素敵なことをおっしゃいます、ね。ありがとうございます。フェリさんがいい。どこにニコンの 1.4。105mm1.4 を選ぶと思ってました。それもある、ね。そう思ってた。それもある、ね。そう思ってた。でもなんかその今、そんなにいいレンズ、あの、ひろぼうさんの言葉じゃないですけど、あの、てっぺいさんのポストカードをさっきこうやって眺めてたんですけど、うん、すごいこう映ってる人がみんな幸せそうな顔で、うんうん、撮影しているてっぺいさんも笑顔なんだろうなっていうのを想像しながら写真を見ていた。うんうん、ありがとうございます。てっぺいさんもすごいこう、写真どんだけ楽しいんだろうなって思いながらシャッター切ってんだろうなっていうのが伝わってくる。うんうん、ありがとうございます。そういう写真だよね、うん、の写真、うん。ありがとうございます。そうですね。うん、はい。
無茶な質問してすみません。興味本位で聞いてしまいました。ぜひ興味本位で何でも聞いてください。多分ね、次聞いた時変わってるんですよ。そう。そう明日同じこと聞いても変わってるんですよ。上田さんはね、もうね、カメラ買うことが喜び、人生の喜びなんで、もう。今。買ったら喜びですよ。買うことでね、常にこう。昔のハッセルにデジタルは、まさに、それもありますね、今日やってました。いろんな組み合わせがあるんでね。うん、でも今ね僕の中ではフィルムが熱いんですよ。うん、個人的に。でも上田さんって動画も好きでしょ？動画大好き。ハイエンドから動画も好きだしね。あのフィルムまで行ってるから結構幅広いよね。めちゃくちゃ幅広いです。うん、やっぱ1台選ぶのって大変。でも1台の生涯で1台。まあ生涯。まあ目は2つしかないですからね。そうちょっとカメラ2台必要。覗き見る目はね、一つしかないですからね。まあ、だからまあ、一個しかね、選べないですもんね。そう。まあ、その時持ってる1台です。そうです、うん。でもまあ、カメラいっぱいあった方が楽しいですよ。そうです。そう思います。すべての用途を分けてるんで。哲平さんの防湿庫ってどんな感じなんですか？え？防湿庫。防湿庫、うん、防湿庫は僕ね、防湿庫持ってないです。うんうん。うん、アクリルケースみたいな。そうです、そうです。普通に。で、あの地震が落ちても落ちないようにあの床に置いてます。あ、それが一番いいです、ね。はい、あとね、常に使い続けるということが大事かなと思って。うん、動かしてからですね。そうですね。あ、防湿庫、あ、そういう質問が来てたんです、ね。いや、私が聞きました。あ、そう。急に防湿庫って言われたから。なんだ、なんか防湿庫っていう言葉がいまいち。はい。そしたら、まだ写真ありますかね。はい、まだちょっとあります。うん、ちょっとね、時間があれし、これ、まあ、これ。アフガニスタンは、まあ、ポートレートをガツガツ撮っていたので、うん、まあ、こういう感じで、まあ、ずっと。インスタにもアップしてますよね。あ、そうですね、うん、で。これがさっきの風船の写真ですね。ちょっと YouTube が濃くなっちゃうんですね、やっぱりね。あ、うん、そうですね。問題で。そうですね。ああ、こっち側か。うん、そうですね。あ、なるほど、なるほど。これ何です？これなんか木に絡まってたものですね。そうそう。面白い。ああ、なんかこの木の色とかすごい独特ですね。そうですね、うん、なんかこう白樺の木というか結構こうあの何もないところで、茶色の木の枝みたいなものが結構印象的だったりとかしましたね。冬場で、まあ、一切葉っぱがないので、うん、アフガニスタンの本当にこう田舎の山の奥なんですけど、もう本当にこういう感じで、もう本当に何もない。道も舗装されてないですよ。そうですね。はい。国道みたいなのが一本あったりとかして、そこは結構コンクリートだったりするんですけど、うん、そういう感じですね。ちょっと白いのは雪ですか？雪です。ああ。で、はい。かわいい。こういう感じ。これはね、なんか、今は、ないのかな、新宿のエプサイトで、うん、結構めっちゃでかく伸ばしてもらって展示させてもらったんですよね。うん、まあ、いいですね。はい、こうね、この子が結構こう、まあ、古着というか結構こうこの子に限らず結構こう着こなしがすごく魅力的でいいなと思って作ってますね。ちょうどパーマネントバケーションさんがね、うん、ハイキーなのは現像ですか、うん、プリント地ですか、多分ね、今、YouTube で見えてるのがかなり飛んでるように見えるんですよね。あ、はい、まあ、もうちょっとこう質感が出てる、ま。そうですね。もうちょっとのトーンは出てますね。はい、どっちかというと、まあ、ハイキーですよ、ね。はい、撮るときですか、やっぱり。ですね、はい、撮るときに、ハイキーに撮って、で、焼くときに焼き込む。なので、そうすると何て言うんですかね、割とこう自然なトーンで明るい写真に仕上がるっていうのが、うん、ネガのカラーの強みですね、うん、なので何て言うのかな、そのネガフィルムっていうのはデジタルの場合ハイライト側が弱いんですけど、逆で、ネガフィルムの場合はハイライト側が強くてシャドウ側が弱いんですね。そうですよ。はい、でなので割とこうハイトーンで撮っておいても、あとでその質感を戻すことができるんですけど、まあ、もちろん程度にもよるんですけど、うん、僕が結構好むのは あえてちょっとこうハイトーンで撮って焼き込んでこう戻していくっていう、うん、プリントの仕方が好きです、うん、ただちょっと限度があるのでそこもちょっとこううまく調整しながらっていうことなんですけど、うん、これがちょっと撮り
鳥。結構室内で鳥を取っているあのお家が多くて、うん、結構そういうので取ったりとかして、うん、柔らかい感じで取った感じですね。で、あとこれが、最近ボリビア行って取ってるボリビアのシリーズですね。ちょっと2枚だけなんですけど。どういうことになってるんだろうね。あ、これはね、なんかね、じゃがいも足で踏んで、うん、ぐしゃぐしゃにしているところです。で、この家族だけなんですけど、もっといっぱいいて、で、こう撮りたいなと思って遠巻きに見てたら、うん、あの来いよって言われて、うん、写真すごい撮らせてくれてっていうあの一枚ですね。ここは多分ご家族なんですけど、うん、いっぱい他にも同じようにして撮ってる方がいて、うん、なんかこのすごい荒野に見えるんですけど、はい、これってどうやって移動してるんですか？ここに来るのって歩いて？これはね、タクシーをチャーターして、うん、タクシーのドライバーの方と一緒にこう、うん、巡ってる感じですね。で、タクシードライバー、あの全然この現地の方々あまり英語が喋れなかったりされるので、うん、あのタクシードライバーの人が、タクシードライバーの人も英語そんな喋れないんですけど、なんか僕がなんか写真撮りたいんだみたいなこと言うと、その通訳してくれて、そうです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 。で、なんかこう一緒に、ちょっと、コミュニケーションを取ってくれて、撮ったって感じですね、回って。それいいですよね。はい、僕、カンボジアとか行ったら、はい、まずトゥクトゥクのお兄さんをつけて、はいはい、僕の行きたいところを覚えてもらうんですよ。そしたらどんどん提案してくれるんで、1週間ぐらい抑えちゃうんですよ。いいっすね。そう。でもそれって大事ですよ。1週間すごいね。そうですね。結構じゃあ、1から説明しなきゃいけない。そう、1からまたこの人、1からまた観光地連れて行くよって、お土産屋さんとかいいから。あるあるですね。なるほどね。時間ないから。パキスタン、アフガニスタンとかも結構そうやって、こう、常にこう、エスコートしてくれる人が、はい、好意でいて、うん、なので僕が一人で撮ってるっていうか横で、まあ、心配なのでなんかついてきてくれたりとかして、一緒にコミュニケーションを取ってくれたりとかして、そう、そういう人がいるとやっぱり全然違いますね、うん、そうそうそう。で、これは、なんて言ったっけな、チチカカ湖なんですけどね、はい、ボリビアはね本当に高山病が本当にネックで、本当に3日間はずっと高山病と、はい、頭抱えながらなんですけど、標高どれぐらいですか？4000。そうですね、4000あったかな。結構でも高いです。ついてもう高山病みたいな感じですか？結構そういう場所いっぱいある。そうですね。で、最初はね、まあそうですね、結構すぐ来るので、飛行機で行っちゃうと結構辛いですね、やっぱりね。そう、だから高山病だけはね、ちょっと本当にきついですね。インドのレイっていうところ行ったら4500メートルぐらいなんで、はいはいはい、降りた瞬間にもう頭痛くなって、はいはい、富士山より高いっていう、高山病本当きついですよ。で、なんか全然変わるんですけど、これが渋谷。今渋谷撮ってて、実はちょっと2枚だけ用意したんですけど、渋谷も、はい、変化するところを、実はもうコロナの前からずっと撮ってて、まだ全然変わり続けている最中なので、ちょっとある程度ちょっと落ち着いたら、なんかこう、はい、形にしたいなとちょっと思っているというところですね。でもやっぱり渋谷を撮っても鉄平さんブルーですね。綺麗。晴れているところとか、光の条件っていうのは自分の好きなところを狙っているので、そういうところで撮ってますね。はい。以上です。素晴らしい。はい、という感じでございます。はい、では最後にちょっとジャパネット上田から、はい、あとは、うん、一個ね、うん、山田太郎さんの、仕事以外でズームを使わないところの理由が気になります。3人とも単焦点レンズだったもんね、そう、まあ、僕らスナップが多いからかもしれないですね、ズームで万能だから、なんか制限をかけることによって被写体の見え方がなんかストレートに見えてくるっていうか、風景とかだとね、ちょっと使いますけど、どうしても自分でもどうにもならないですね、距離感が、他のがやっぱ単焦点の方が、まあ、合ってるんでしょう、感覚がもう染みついてるからかもしれない。考えがシンプルになるからだと思うけどね。はい、では鉄平さんの本、はい、本をちょっとチラ見せ、はい、
でこれもあのモノグラフィーのウェブショップに今回あの河野鉄平フェアをやってますのでフェアですありがとうございます鉄平さんお世話になってます作品がはいボリビアももう載ってるんですねこれボリビアに そこに載せるために撮ったって感じですかねそうなんですはい割とあそうですそうですそうです載せてますあこれも載ってますねおすごい、はい、自分の本だと自由にできていいですそうですねでまあであのそうですね学ぶ本なのでまあ作例の中にもいろいろとはい、あの載せいろいろな、まあ、海外で撮ったものフィルムに限らずですね基本デジタル主体の本なので、まあ、デジタルで撮ったりとか、うんしておりますポートレートからねはいイルカまでそうですねイルカまであとはあらゆるもの今回4冊鉄平さんを扱わせていただいて私この本がすごい興味深く読ませていただきましたはいいろんな写真を真似することによって技術が身についていくっていうので、はい、そうですねであの、うん、やっぱりこう写真って割と真似るところから入っていくというかやっぱなんかいいなと思うものを自分も撮ってみたいなと思うところから入っていくんじゃないかなと思っているのでそういう意味ではまあちょっとこう真似る素材を提示しながらですねそれを実際にちょっと自分で真似てみようと、うん、で媒体は本当にいろいろで雑誌もあれば広告もあったり、まあ、あとはなんだ、過去の、有名な写真家の方の作品からインスピレーションを得てとか、うん、まあ本当に、いろいろな媒体でちょっとこう載せているものになりますね。はい、ソウルライターを真似してスナップするとかっていうところもすごい面白いですよね。はい、はい、そうですね。なので、まあ、結構苦労して作ってはいるんですけど、まあテーマ的には何十個かな。すごいボリュームですね、これ。そうですね、15、うん、20ぐらいのがあるのかな。まあ、はい、非常にこう、いろいろとちょっと。提案させてもらっているのでもしよかったら見てみていただければと思います。はい、あとは一生ものの撮影レシピ。はい、すみません、なんかいっぱいあって、いっぱい書いてます、ね、だって今まで著者本が 40冊以上っていう。そうですね、それこそ上田さんと一緒にとかも一緒に ありましたね、あの協調っていうものがまた別にあって強調とかも入れると結構なさ もうちょっと冊数が増えたりとかするんですけど、うん、これはどちらかというと、はい、これは初心者向けの、うんうん、本当にこう分かりやすく示しているという本になります。写真ライフという雑誌があってそれの別冊でちょっとやらす、うん、写真ライフさん自体もよく書かやらせてもらってるんですけど、なんか作例というよりはもう作品ですよね、うんうん、すごいドラマ綺麗、はい、うん、ちょっとこういろいろな、まあ分かりやすく日常的なテーマで、写真を始められたばかりの方とかでもとっつきやすい、内容で書かせてもらっています。表現像もあります。はい。はい、最後、最後、最後です。で、これ、ちょっと先ほど お持ちになってるっていう話もあったやつの、これミニ版なんですけど、まあコンパクトにミニサイズにしてまとめたっていう一冊になっております。これ結構文字多いですね。文字多いですね、はい、読み物、はい、結構その文字が文字とあと写真も結構こうふんだんに、入れ込みながらですね、これもいろいろと撮らせてもらって、香港ですね、そうですね、香港いろんな風景が入っておりまして、まあこれちょっとこうコンパクトサイズなので持ち運びもしやすくて、ね、そういった意味でもこのテーマが、ね、面白いですね。はい、パーツで切り替えると、はい、ぼかしてみると、はい、わかりやすい、はい、そうですね。してみる、わかりやすい、面白い、はい、距離感も意識する、うん、はい、これが写真のアイデア手帳、はい、そうですね、はい、はい、はい、ということで。1時間半にかかって、はい、取ってそうやらせていただきます、はい、ありがとうございます。お付き合いありがとうございます。ありがとうございます。で、こちらの奥の展示は、
4月の24日までやっております。で、はい、月火水はお休みになってまして、木金土日の、営業になっておりますので、ぜひ遊びに来てください、はいはい、日は短いんですよね、はい、15時までです、うん、はい、でてっぺいさんが入れる日とかは、うん、モノグラフィーのツイッターの方でも共有するようにしますので、ぜひチェックしていただければと思います、はい、なるべくちょっとあの在庫させてもらいたいなと思っていますので、せっかくですもんね、はい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 、よろしくお願いします。はい、見に、ぜひ見に来てください。はい。で、あとはですね、はい、もう一つ、ちょっと、上田と哲平さんで、写真兄弟っていうユニットを組んで、そうですね。でそう。写真兄弟っていうの？写真兄弟。聞いてなかったですか？言ったよ、写真兄弟。で、なんか戸惑ってますけど、大丈夫ですか？写真兄弟っていう、はい、あの、コンビを組んでいただいて。写真。うん、そうですね、まあ、僕もちょっと最近老眼なんで眼鏡かけて、ああちょっと近くは見えないんで、うん、じゃあいずれというか近いうちにですね、何かちょっとイベントとか写真教室だったり、はい、やれればと思います、はい、フィルム縛りとかもいいかもしれない。あ、それ面白いかも。そうですね、うん、いや素晴らしい、うん、はい、なんかね、はい、いろいろあのできたらと考えてます、はい、はいはい、ということで、明日はマイクロフォーサーズの日となりますので、はい、ぜひ皆さん写真を楽しんでいただければと思います。はい。はい、では、これでおしまいにしたいと思います、はい。今日は皆さんご視聴いただきまして、ありがとうございました。おやすみなさーい。おやすみなさーい。ありがとうございました。ありがとうございます。